ファクトリーです。今日は虫除けスプレーを使って虫に刺されないかを実験したいと思います。早速行ってみましょう。というわけでこちらちょっと散歩道に散歩コースに来ました。ここで虫除けスプレーを使って実験していきたいと思います。こちらですね、ちょっとなんか虫除けスプレー子供にも使えて優しいやつみたいなんですが、やっていきますね。洋服の方にあまり蚊に刺されるサイズじゃないんですけど、まあ、稀に数箇所なんか便にバーって刺されることがあったりするので一応つけてみましたが、果たしてどうなんでしょうかね。歯ブラシ鳴いてる。これはセミの出てきた穴かな。夏の風物詩ですね。アスレチック的なところに。まあ本気で遊んだらどんな感じなんですかね。ちょっとやってみようかな。ちょっと今日は自然でいいかな。遊んできます。遊んだから汗がすごいんですか。散歩満喫中です。で、さっきすごいハプニングがありました。もしかしたらあれですけど、セミが私のこの肩のところドーンとぶつかってきて、まあちょっとそんなハプニングもありつつも、ほら素敵ですよね。散歩楽しんでます。今日はお散歩に来ましたが、めちゃめちゃ久しぶりの散歩だったのですごい楽しかったです。また散歩動画出してみたいと思います。以上、スーミーファクトリーでした。バイバーイ。先ほど散歩に行ってきました。汗だくなんですけどが、虫除けした結果なしです。ゼロ箇所、あんまり虫に刺されることが蚊に刺されることがないので、虫除けしても一緒かなとか思ったんですけど、今日やっぱ汗かいてるから体温高くなって蚊に刺される、虫は寄ってきたんですけど刺されはしなかったです。虫除けすごいですね。ぜひ皆さんも暑い夏ですが虫除けを使ってお散歩出てみてはいかがでしょうか。以上、スーミーファクトリーでした。バイバーイ。